はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパゴリラです。本日ご紹介する内容はなんと、怪我人を減らせる裏技を思いついたかもしれません。というのも、僕は常々、ね、浮田最強説というのをねずっと唱えてきたんですけど、そんな中でとんでもないことに気づいてしまいました。というかね、今まで気づいてなかったの僕だけちゃうかなっていう可能性もあるんですけど、まあでもきっと皆さんの参考になるはずということで、今から紹介していきます。結論から先にお見せします。皆さん、伊賀州行ってますかね。これです。1軍と2軍で個人集結するやつ。はい、結論から先に見せますと、編成を変えることで怪我人を減らすことができるんですが、まず編成変える前がこんな感じ。107,403 の個人集結で行って、重傷兵が1,312と、だいたいね何回かやったんですけど、まあ1300台でしたね、怪我人が。そして今回気づいたあることを実行するだけで、なんと編成変えただけでですよ、同じ107,403の集結でこうなりました。重傷兵が370人。どうですか、めっちゃ減ってませんかこれ、怪我人。はい、ということで、いよいよ僕が気づいてやったあることについて説明していくんですが、もうズバリ言います。一軍に浮田がいるなら、それ以外は回復入れないです。もうこれだけ、まあ、ちゃんと説明すると、まあ、今まで僕はね同盟員の方にもね常々言ってきたんですけど、もうこのゲーム一軍がどれだけ大事かということをね言ってまいりました。そして僕自身も一軍大事やということを思いすぎてですね、強くするために、まあ、浮田だけじゃなくて、ここに浮田いますけど、まあ、強いと言われてる銀千代だったりとか、ちょっとついこの間までここの天子の位置にお市がいたんですけど、まあ、牙で防御力上がるお市とか、ここら辺の回復系も編成に、まあ、入れてたんですね。でもね、ちょっと一個思いついたんですよ。いや、回復浮田だけでよくないと。なんなら銀千代とか、今2軍いますけど、このお市とか、この武将たちのせっかくの回復力を無駄にしている疑惑さえちょっと出てきました。まあ、そこで編成を変更して試してみたんですが、まあ今からちょっと実際に編成変えてみようと思います。1軍これなんですけど、はい、1軍のこの回復役を浮田だけにします。それ以外のここの先方、ここら辺ね、こことかこことかこことかここと か, こ, ことか、この残り先方と参謀の配置の5枠を極力攻撃特化にします。まあ、ちなみに軍団バフを持っている、例えば首相とかでもここに入れるのは OK なんですけど、立花道雪とかね、徳川家康とか、まあそれでも OK なんですけど、まあ僕はちょっと今攻撃特化にします。なのでまず本田忠勝の位置に2軍から真田幸村を持ってくる。そしてこの銀千代の位置にさっき使ってた本田忠勝を入れます。まあそうするとこれ浮田以外もう回復系いないですね。これで1軍にする。で2軍に今真田幸村は1軍に行ってますんで、1軍から回復系の銀千代、そしてちょっと3軍にいる井伊直虎もう貫突してますんで、いい直虎も持ってきましょう。2軍に、2軍をこうやって銀千代と大市がいて、いい直虎もいると、回復積み積み2軍にします。でちょっといい直虎八スカと変えてしまったので、八スカを戻しておきましょう。3軍、はい、これをすることで1軍のみならず2軍もめちゃめちゃ怪我しにくくなる編成が完成します。これをやるとさっきの伊賀州みたいな個人集結でやる伊賀州が怪我に減るんですよ。これがやる前、1310人重傷者、今までのやつはこれです。さっき言ってた浮田の他に銀千代も入れてるし、1軍にね。で2軍は今まで通り、まあ回復系大市入ってますけど、回復系が1人しかいないような編成にすると1310人でしたが、その今やった編成です、これです。浮田以外の先方参謀のとこにはもう攻撃特化にする、もう回復は浮田にお任せ。そして2軍に回復積み積み銀千代&お市&直虎、はい、これをやるとここまで重傷が減ると。
まあ、あの1軍って野党狩りするんで、まあ、もちろん怪我人ね、あの出てほしくないんですけど、まあ、それは浮田でカバーできるとして、やっぱり2軍でも割と野党砦とか乗るじゃないですか、消化するために。その時もね、全然怪我人減るんですよ。で、先ほど冒頭にも紹介した、まあ、伊賀州、これですね、これも当然1軍と2軍使いますから怪我が減るということで、もう僕からしたらもうね、こう裏技だろうと、まあ、そういった感じでちょっと驚いたので、今動画で紹介させていただきました。まあ皆さんもぜひね、いろんな編成の組み合わせをね、試してね、新ノブもっとね、楽しんでいただければなと思ってます。やっぱり戦争とかね、川中島だけじゃなくて、自分が手に入れた武将で組み合わせでこんだけね、重傷が減って、お風呂の時間が減って、治癒する資材もね、節約できてっていうね、いろんな楽しみ方がありますのでね、どんどん考えてやってみてください。はい、ということで今回の動画最後まで見ていただいて感謝感謝です。この動画が少しでも参考になった方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。バイバイ。